どうも、ジガルです。エルルが 3DS コミュニティ対戦、していきたいと思います。ちょっとね、パーティーをね、一つ、作成してきました。テーマはね、身代わりを壊したいと。身代わりする人に対してのメタデッキみたいなもんですね。メタデッキとかメタチームみたいなのを一回ちょっと考えて作ってみました。まあコメントでね、結構白い霧が身代わりを封じますよっていうコメントいただいたんで、それを参考にとりあえず作ってみました。まあとりあえずね、どうなるかわからないですけど、まあ戦ったこと一度もないんで、あとまあ能力もね、まあ上限いってないんですよね。適当に配合して、したんで、レベルは高いんですけど、結構、能力がね、結構、まだまだ上限上がってないんで、守備と攻撃が200ぐらい足りなかったりとか、してるんで、まだあれなんですけど、まあとりあえず行ってみたいと思います。参加します、コミュニティ。620人。来ました、このチームです。メタルスコーピオンと、ベビークラウドというね、まあ、なかなか見かけないであろうチーム、だと思います。で、まあスタンバイはまあ、新利用でもいいんですけど、まあ、こっちしておきます、じゃあ。とりあえず、身代わりのチームと当たりたい。ですね。うん、それ以外のチームと当たった時はね、ちょっとよくわからないです。まあ、多分ボロ負けするでしょうね、多分ね。お!アスラゾーマ、身代わりじゃない。まあ、行ってみましょう、とりあえず。クロウさん、行きます。アスラゾーマってどんなんかちょっとわからんねんけど、多分なんか強そうやな、でもなんか。初お披露目のね、チームなんですけど、一応申請配合はしておきました。ただ能力がね、全然上限いってないんですよね。多分弱いやつ同士配合したんで、ドドン!メタルスコーピオンをちょっとでかくしてます、これサイズを。ブワイン!よし。このいきなり白い霧で身代わりを封じると。まずここはもう基本だと思ってるんですよ。ただ、うん。ただですよ。アスラゾーマとかそのでかい系の対策はしてなかったから変えます、とりあえず。でかい系とは戦いたくなかった。うん。それが切実な願い、俺の。でかい系と戦うとは聞いてないぞ。マジで。とりあえず、うん、でかい系きついな。どうしよう。おー、ミスた。わからなかった。わからなかった。何してんかわからなかった。いや、でもスピード勝っとるな。おう。いや、スピード勝ってくれ。頼む。いや、そんなことよりも、敵の攻撃を耐えれる、あれがあるのかどうかっていうのはもう謎なんですよね。相当強いでしょ、これ絶対。全然効かん。え、めっちゃ強い。え?こんな効かへんのおった初めてなんだけど、魔法が。お、なんか魔法に対して強いんか、これ。あー、来てしまった。凍てつくハード。非鉄カード強いって。あー強い。あれ?ん?なぜだ?おー強い。非鉄カードなんか強いな。でもなんか、あ、もしかしてあれ、白い霧でデキになった感じ?大義?あれもしかして。そうかもしれないですね。ちょっと非鉄カードが大義でたまたま防いだみたいな。かもしれないですね。で、向こうも、そこを知らなかったみたいな。おお、きつい。ただ、終わったぞ。よし、この、こっちから。こっちの番だ。スリー。よし、次から身代わりでいこう。そい。下げろ。おお、こんな弱いぞ、絶対。効かんやろ、これ、効かんやろ。おお、弱い弱い。弱すぎる、弱すぎる、弱すぎる。ダメだ、ダメだ。まずいぞ、これ、どうしよう。よし、これは聖剣好きいこう。んで、こいつは、まあ、バイションいっとこう。で、こいつは、あ、もうこれでいいわ。で、こいつは身代わりや。身代わり、身代わり、身代わり。よし、行こう。あ、身代わりできひん。あ、身代わりできひん、今考えたら。あ、できひん、身代わり。そう、白い毛自分で使っておきながら身代わりしちゃあかんや。絶対できひんや、身代わり。ミスった!何?ミスった。バカすぎた。きつい。これはきつい。相手が身代わり系のパーティーやってよかったのに。一発目から、行きたかったのに。メタルスコーピオンに。これは新竜王やった方が相性良かったですね。うん。おーしよしよし、とりあえず食らせろ。このま、お前の魔法しかもう頼りになるやつはないぞ。おーし、あ、全然あかん。これ全然効かへんやん。来てしまったー。終わった。きつい。おー、強い。雑種。おー。
まずいまずいまずい。ジバリア。ハープを弾きますよ。プランプラン。ドドン。強っ。めっちゃ強い。おーおーおお、読み方読み方読み方。おお。ただ、蘇っても死ぬと。座臭。効きすぎ。めっちゃ効くやん。根に持つタイプです、僕は。よし。おお。おお、ナイス MP か。お、MP 削れるんじゃん、これもしかして。あ、もう、メンバー変えられへん。何？これどうしたんや、これ。こいつどうすればいいんや、こいつで。この雑魚そうなやつだけでどうすればいいかわからんぞ。脱力技術使ったこととりあえず。いて、いて。おぉ、倍キルト。これは強そうな。プラン、プラン。ウェイ？マヒャドです。マヒャデドス。おぉ、きつい。魔人斬り。あ、これは大丈夫。よし。おぉ、いてい。マヒャドです。マヒャドです。強いな、結構。まあ、相手の MP が切れるのを待とう。うん。MP さえ切れればなんとかなる。よしよしよし、MP 切れるぞ。よし、MP 切れるこれ、もうすぐ。あ、効かん効かん効かん。これは、MP 切れるまで大防御した方がいいんかな。よし、大防御しとこう。よし、大防御。多分ね、MP がね、多分そんなに多くないと思うんですよ。多分。だからきっちり、守れば、MP 削れると思うんですよね。MP がなくなれば攻撃だけしかできなくなるんで、そうなったらこっちのもんですよ、もう。と言ってもシールドがだけで勝てるんか、これ。シールドがだけっていうのは痛いな、これ。こっちが。こっちの戦力シールドがだけやもんな。痛すぎるな。これちょっと帰れない。一回帰ったら帰れへんの痛いな、ちょっと。結構 MP あるし、こいつ。しかもスピードが負けてるのがね、ちょっとね、どうにも痛い。お、帰ってきた。ん？お、ジェノシード4、どっちも4枠？どっちも4枠か。どっちも4枠か、これ。これ負けたな、これ。これ負けた、これ。これちょっととりあえず負けやわ。どうしようもない、これ。うん。参ったぜ。ダブル4枠って初めてな気がしますね。しかもジェノシドはあんま見たことないですね。うん。魔人斬り、座手。メタル斬り、射手。おぉ、マージン切り。シールドは硬いのは硬いんですけどね、もうね、アタックがないね。ちょっとこれ危険します。ちょっとなんかもう時間が過ぎていくだけなんで、もったいないんで時間が。うん、もうこれ負け、なかなかこのままいったらね、なかなか死なないんでしょうけど、勝ちもないんでね、このままいったらね。シールドが死んでくれないんでね、なかなか。こいつを引っ込めることができればいいんですけどね。そんなことで僕はね、メタルスコーピオンたちを使いたいんですよ、早く。だから早く身代わりの人と当たりたい。うん。当たろう、身代わりの人と当たろう。よし。お、金塊10個入手した。おう。やるね。コミュニティの合計対戦数が。とりあえず、あれしよう。身代わりの人と当たろう。よし。最初に身代わりの人を、探そう、相手。そういう、もう狙い撃ちや。うん。とにかく、身代わりの人当たってみて、このパーティーが機能するかだけ知りたいんですよ、まずね。これで機能しなかったらね、もうね、お手上げですからね。身代わりの、ためだけに作って、一枠モンスターがいいんですよね。一枠パーティーがいいんですよ、できれば。4枠とかもう3枠とかは嫌なんですよ。一枠パーティーがいいんですよね、できれば。
来い、人枠パーティー来い。絶対おるやろ、人枠パーティー。ん？ジャルジさん。おぉ、新竜王、新竜王、新竜王きついな、これ。これ、新竜王はきついっすね。何度も戦ったことあるし、これ、新竜王きついな。ちょっと新竜王、やっぱこれ、あれか。最初ちょっと変えた方がいいな、これ。最初シールド動画とかで行った方がいいな、これ。で、あー、やっぱこっちで行こうか。やっぱこっちで行こう。うん。あ、やっぱこのまま行こう。身代わりパーティーと当たりたい、とりあえず。うん、でも最近やっぱ4枠が流行ってるのが、4枠が多いですね。アネさん。おお、え、なにこれ。なんかよくわからんけど、とりあえず行ってみよう。よし。キラーストーカーとスライムボーグ、何やこれ。よし、これでかっ、3枠。スライムボーグ3枠。あ、違う違う、キラーストーカーが3枠。え、セバスチャンか、あれ。何やこいつ。え、これ強いんか、こいつ3枠。なんか見たことないメンバーやぞ。スライムボーグはね、なんかビリビリ、お、でかっ。ビリビリボディ持ってるから強いんですよ、あいつはね。だから知ってるんですけど。え、セバスチャンやん。こいつ強いんか、こいつ。わからん、もうわからへん、どうしてんか。よし、とりあえずやってみよう。よくわからんか、やってみよう。黒い霧。雑種。せい。せい。めか、お、霧がめっちゃすごいぞ。今、三つ霧がかかった。ん？なにこれ、なにこれ。おう。アンクアナックル。こいつがなんかやばそうな感じする。おー、すげえ。めっちゃ強い。何今の攻撃回数、何アンカーナックル強い、あいつの。なんなんや、あれ。やたら強かったぞ、アンカーナックルが。やばかったぞ、なんか。よし。とりあえずなんかあいつやばいな。攻撃力めっちゃ高かったな。カウンター、おーい、痛かったけど大丈夫。ナイスキャンプルボディ、おー、倍キルト。3回コード、あ、1から3回コードなのか、こいつ。もしかしたらかもしれん。2から3か1から3どれかや。これが異常に強いんやけどな。なんなんやろこれ。めっちゃ強ないか、これ。ちょっとアンカーナックル強ないか、あんな強い。アンカーナックルやばいぞ。あいつやばい。異常に強い、アンカーナックルは。セバスチャンが脅威ですね、これね。セバスチャンの脅威。セバスチャンのアンカーナックルが鬼のように強いと。鬼のごとし強さしてましたね。セバスチャンアタック。お、効いた、ナイス。よしよし。ただあのアンカーナックルやばいな、あれ。あれやばいやろ、ちょっと強すぎるやろ、あれ。おお、ナイスナイスナイス。おお、いいねいいね。メドロワ、ズドン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 。おお、めっちゃ暗い。おお、セバスチャン守備弱い。アタッカーなんや、こいつ。だから攻撃高いんか、あんな。これ異常に攻撃強かったもんな。聖剣好き、効くのか？いけるのか、お前。聖剣好きでいけるのか？行ってくれ、頼む。アンカーナックル倒してくれ。よし、いける。倒せ。死なない。あ、強い、来た、終わった。終わった、アンカーナックル強すぎる。おお、え？アンカーナックル強。え？アンカーナックル身代わり無視？強い、アンカーナックル、何あれ。アンカーナックル強っ。なんなんこれ。アンカーナックルめっちゃ強かった。やばい。お、アンカーナックル野郎秘めたる力。 HP もなかなか高いっていう、こいつ。しかも、おーおーおおお、生きてる生きる。あ、亡者の執念でアンカーナックルだけ食らすみたいな。あ、そういうことか、このチーム。なるほど。
セバスチャンが亡者の周辺にあるから、なるほど、強え。アンカーナックル強い、あれやばい。アンカーナックルって強いんやんな。しかもアンカーナックル身代わり無視なんですね。ステルスアタックと一緒なんですね。確かアンカーナックル最後に攻撃しての代わり威力が高いみたいなやつだったと思うんですけど、セバスチャンの攻撃回数が半端ないな、あれ。なんかドゥルン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 みたいな4回攻撃ぐらいしたよな、あいつ。あれちょっとやばいわ。やばかった。いや、すごいの見ましたね、さっきね。流行ってるんですかね、あれがね。上位では流行ってるんですよね、あのセバスチャンデッキが。セバスチャンの3枠という、恐ろしい。まあ、とりあえず、一旦とりあえずこれでコミュニティ動画、対戦終わって、次2本目撮りたいと思います。ちょっと身代わりの人と当たってないんでね。身代わりの人と当たったら、当たらないと検証できないんで、ちょっと今のチームが。というわけで、一旦とりあえず終わりたいと思います。というわけで、また続きやっていこうと思うので、そちらの方を見てください。終わります。ありがとうございました。